海上自衛隊の護衛艦加賀がアメリカ東海岸に到着したとの情報が入ってきました。今回はこの護衛艦加賀が F-35B 戦闘機の認証プログラムを開始するかどうかについて詳しく掘り下げていきます。500回以上の離着陸訓を経て本格的なテストが始まる予定です。飛行する頃には艦が大きく変化していることを期待しています。もし甲板にF-35B 戦闘機が搭載されていれば、中国も緊張感を隠せないでしょう。2024年10月5日、海上自衛隊が現在保有・運用を行っている艦艇の中にあって、最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、その2番艦である加賀が、アメリカ本土のカリフォルニアのサンディエゴへの到着が確認された。出雲型ヘリコプター護衛艦といえば1番艦の出雲、今回の2番艦の加賀の2隻とも、固定翼の戦闘機であるロッキード・マーチン社が開発を進めた F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修を、現在進行形で行っている。この出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の出雲と加賀は、航空母艦化の改修にあたって、それぞれが5年に一度行われる大規模点検に合わせて、その改修工事が行われており、いずれも1回目を終了した状態にある。第1回目の改修工事については、1番艦の出雲が先行して実施されたものの、その中で最も大掛かりな全通式の飛行艦甲板の拡幅工事については、2番艦の加賀が先に終了を迎えている。そのため、今回のアメリカ本土訪問の目的である F-35 ライトニング 2B 型の運用テストについても、先に2番艦の護衛艦加賀の方が望むこととなり、2024年9月17日に母港である広島県の呉基地を出港していた状態だった。今回、護衛艦加賀は、延べ13日をかけて太平洋を横断し、目的地であるアメリカ本土のカリフォルニアのサンディエゴへと到着した形だが、個人的にはかなり余裕を持った航海スケジュールのようにも思える。さて護衛艦加賀だが、そのスペックは基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル。喫水が 7.1 メートルという数値となっている。このサイズの艦隊に護衛艦加賀は、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC 型ガスタービン機関を IHI 社がライセンス生産したもの4機を組み合わせた小型方式の機関部を搭載、最大で出力 11.2 万馬力、速度30ノット以上を発揮する。ヘリコプター搭載護衛艦としての加賀を含む出雲型は、兵装としては20ミリ機関砲であるシウスを2機、シーザム、キンザムシステムを2機搭載するのみで、これは必要最低限度の固艦防空能力に絞っていると言ってよいだろう。そのため、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の未運用には、艦隊防空が可能な汎用護衛艦もしくは、イージス護衛艦を随伴させ、必要があり、航空機の運用に特化した艦艇である考えて間違いではないと思われる。加賀を含む出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、これまでは SH-60J 系哨戒ヘリや MCH-101 輸送ヘリ等の回転翼機を最大で14機搭載可能な収容能力を有し、これらの同時離発着も5機を同時に行える能力を持つ。こうした回転翼機の収容能力は、言うまでも無垢現在の海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦の中で最大の規模であり、従来は SH-60J 系哨戒ヘリを用いた対潜哨戒と探知、発見した後は攻撃を行うことを主任務としてきた。ここに、今回のアメリカ本土のカリフォルニアのサンディエゴで実施される F-35 ライトニング 2B 型の運用テストを完了し、その運用の認可が得られれば、同機を運用可能な軽空母としての機能が加味されることとなる。海上自衛隊からの説明によれば、今回の加賀のアメリカ本土のカリフォルニアのサンディエゴでの F-35 ライトニング 2B 型の運用テストは、到着日の10月5日から、
翌月の11月18日までが予定されていると公表されている。したがって、このサンディエゴでの F35 ライトニング 2B 型の運用テストが、その予定通りのスケジュールで進めば、早ければ、加賀は、12月の頭までには、日本に戻ることが予期され、以後は、2回目の改修工事が2026年度末から施される予定である。翻って、一番艦である出雲は、この2024年度末から、2回目の改修工事に入ることが予定されており、加賀に先行された全通式の飛行甲板の拡幅工事という、最大の工程をこなすと同時に、艦内の収容スペースの変更も実施されるとめされている。その後の出雲は、今回の加賀と同様に、アメリカ本土のカリフォルニアのサンディエゴに出向いての F35 ライトニング 2B 型の運用テストを受けるものと思われ、その時機については、現状では、公式には発表はされていない。今回、加賀が、アメリカ本土のカリフォルニアのサンディエゴに出向いて実施する F35 ライトニング 2B 型の運用テストとは、まず、同機による短距離離陸、垂直着陸を確実に行う運用技術の確認が盛り込まれている。固定翼機でありながら、F35 ライトニング 2B 型は、この短距離離陸、垂直着陸が可能である点が最大のセールスポイントであるわけだが、まず、これを、加賀の艦上で実際に反復して実施するものと思われる。この基本の運用過程に加えて、そこに至るに必要な飛行甲板から、艦内の収容スペースへの昇降用のエレベーターを含む一連の動機の移動に問題がないか等の工程も確認するとされており、単に、同機の離着陸が可能ならば良いという問題ではないようだ。これまでに F35 ライトニング 2B 型を運用可能な艦艇として同様の運用テストをクリアしたものはアメリカ海軍のワスプ9級、B、アメリカ級強襲揚陸艦、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦、イタリア海軍の軽空母カブールがある。そのため、艦級として、イスモ、型ヘリコプター搭載護衛艦は、F35 ライトニング 2B 型を運用可能な5種類目となることが予期されており、問題なくスケジュール通りに進んだ暁には晴れてその承認を得ることとなる。F35 ライトニング 2B 型を運用可能な艦艇とする運用テストは、同型艦であっても個別にアメリカ側の認証を受ける必要があるため、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級の2隻などはすでにそれを済ませている。ちなみに、アメリカ海軍のワスプ級及びアメリカ級強襲揚陸艦は、軽空母として F35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、同機を最大で約20機ほどは搭載可能と言われており、比較的、低脅威の紛争を想定したものと考えられている。イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦は、基準排水量が4万5000トン、満載排水量が6万7669トン、全長が 284.0m、全幅が 73.0m にも及ぶ堂々たる中型空母であるため、F35 ライトニング 2B 型の艦載数も最大で40機ほどのキャパシティがある。そして、イタリア海軍の軽空母カブールだが、基準排水量が 22,130 トン、満載排水量が 27,100 トン、全長が 236.5m。全幅が 39.0m で、F35 ライトニング 2B 型の最大搭載可能数は約12機ほどと見積もられている。イスモ、型ヘリコプター搭載護衛艦の使用は、イタリア海軍の軽空母カブールにほど近く、したがって、艦載機となる F35 ライトニング 2B 型も、最大で約10機ほどを、艦内に収容可能なキャパシティを有するものとの認識が一般的だ。こうした点を踏まえれば、かつて、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が F35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修が打ち出された際には、日本もついに太平洋戦争以後、空母機動部隊を復活させるとの声も散見された。しかし、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦が F35 ライトニング 2B 型を艦載機としても、およそ10機前後の搭載数では空母機動部隊と呼べるような攻撃的な編成は望めず、過大な煽りは厳に慎むべきであろう。
F-35 ライトニングアヤイ B 型戦闘機の航空母艦化改修を進行中の加賀にとって運用テストを行うための重要な段階です。加賀は改修工事を経て短距離離陸垂直着陸能力を持つ F-35B を艦載機として運用する能力を備えつつあります。このテストは航空機の操作性や搭載システムの評価を含む広範な検証を目的としており、11月18日までのスケジュールで実施される予定です。成功すれば、加賀は、軽空母としての運用が可能となり、日本の防衛戦略において、重要な役割を果たすことになります。この運用テストを通じて、日本は、出雲・潟子栄艦の能力を最大限に引き出し、国際的な防衛任務において、新たな可能性を開拓することを目指しています。